こんにちは、ヒラートフットボールクラブでございます。さあ、この時間はですね、ダゾーン J リーグ推進委員会ということで、ヒラートフットボールクラブ月間ベストアメージングショーというのをですね、毎月行っておりますが、さあこの6月度ということで、まあ、J2 の方で、どんどん、順位を上げてきております、ジュビロ磐田、この6月はですね、4試合戦って4連勝、そして全て、無失点という、見事な戦いを見せました。さあその中で、6月13日の、ヴァンフォーレ甲府戦で、J リーグ史上初ですね、 J リーグ通算700試合出場達成いたしまして、見事な、記録だなというところで、今回はこの方に、月間ベストアメージング賞、受けていただきたいなと思っております。それではご紹介いたしましょう。ジュビロ磐田の遠藤保仁選手です。こんにちは。こんにちは。今日は練習後ですか？練習前です。あ、すいません。大丈夫ですよ。なんか練習後の方がなんか、はい、もう今日終わりみたいな感じで新聞よく出ていただけるかなと思ってて、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。今日は多分僕の予想ですけど超軽めの練習なので。じゃあちょっと予想外れた時はちょっと悔しかったりするんですか？結構ハードなったりすると。あ、今日の練習きつそうだなと思ったら果実時代の思い出してます。憂鬱な気分と果実魂で乗り切ろうかなみたいな。じゃあ今の高校生もちょっとハードな練習でも耐えておくと後でいいこともあるぞという。いいこともあるかもしれないですね。僕にとってはいいことでしたけどね。まずチームの方は6月は、4連勝さらに無失点というところで、この6月振り返ってみて、チームの充実度みたいなところは遠藤さんいかがですか？はい、連勝できましたし、数字だけ見れば失点もなくいい6月だったんじゃないかなと思いますし、まあ、少しずつその自分たちがやりたい時のサッカーと、それがやれてない時にどれだけ我慢するかとかっていう、まあ、よく言えばこうどっしり感というか慌てないでやれるようになってきたかなと思うので、はい、まあ、パーフェクトではないですけど、はい、少しずつ成長できてるっていうのを実感できた6月だったと思います。シーズン序盤はちょっとこう勝ち星をどんどんプラスするというような状況ではなかったと思うんですけど、もうその頃でも遠藤選手とかはこれ順調にいけばこれぐらいにはなるなみたいな、そういう想像とかってあるんですか？はい、いや特に想像とかはしてないですけど、まあ、1年間を通してシーズンを通して見ると、まあ、やっぱり優勝のボーダーラインが80以上だとは思ってるので、ということは、10試合で勝ち点20取れることができれば優勝額争いをできるかなと思ってるので、まあ、そういう意味で最初2連敗してスタート良くなかったですけど、最初の10試合を多分18ぐらいでいけたので、まあ、最低限のところまで持っていけたかなっていうのがある中で、次の10試合目から20試合目の間でどれだけ勝ち点を取れるかっていうところが重要かなと思ってたので、まあ、そういう意味では今回非常にいい数字を残せてるので、まあ、このままのペースでいけば間違いなく昇格できるとは思いますけど、まあ、この先どうなるか分からないので、はい、まあ、できる限り早くジュビロのサッカーを確立して勝ち続けていければいいかなと思ってます。遠藤選手がジュビロにやってきてほぼ1年ぐらいになると思うんですよ。最初多分松本戦だったと思うんですけどね。はい、あの時遠藤選手もいろんなところに顔を出して受けては出し受けては出しやってたと思うんですよ。はい、あの頃から考えるとやっぱり1年経つとそのピッチで遠藤選手が見てる景色っていうのはだいぶ変わりました？まあ、当初に比べれば選手の特徴ももちろんもう把握できてますし、監督が目指すサッカーの方向性っていうのも理解してますし、まあ、そういう意味では
だいぶこう、お互いを理解できるようになってきたかなと思いますし、パスのこう出し入れのタイミングだったり、そのマークがいてもパスを出すとか、まあ、そういう細かいところも少しずつ理解し合ってきてると思うので、昨シーズン の, 松本戦の最初に比べればもう、まあ、自分も気持ちよくプレーできてると思います。遠藤選手、多分周りに相手の選手がいても味方の選手にパス要求するじゃないですか。でも多分慣れてない選手だと出した後にすぐリターン返ってくるから、もう返すんかいみたいになったところとかもあると思うんですけど、はい、まあどちらかというとマークにいても出していいんだっていうのが伝わっていけばいいかなと思いますし、まあ、リターン返してもらったりする間に、まあ、1秒2秒空くので、その間に十分周りは見れますし、次の選択をできるとは思うので、まあ、むしろ自分がマークに疲れても出してくれっていう、そこを理解するのは少し確かに時間かかったと思います。多分最初は出す方もちょっと勇気いるというか、いや出してミスしてとか取られたら僕のせいになるじゃないですかみたいなところも多分なくはないと思うんですけど、特に若い選手はね、そういう感覚がない部分も多分あったとは思いますけど、まあ、いくらどんな危ないパスを出そうが相手に取られなければ別に全然いいとは思うので、それくらいの、まあ、余裕とまではいかないですけど、そのパスを出す勇気っていうのはもっともっと持つ必要があるかなと思います。まあ、今回そのベストアメージング賞に選ばせていただいたのはもちろんチームの成績もそうですが、6月13日のヴァンフォーレ甲府戦で J リーグ通算700試合出場達成、はいはい、おめでとうございますでいいですかね。はい、ありがとうございます。これよく聞かれると思うんですけど、700試合達成されていかがですかって聞かれたらなんて答えるんですか。長くしぶとくやっておりますと答えております。でもそうやって考えると本当に体も本当に丈夫に産んでいただいたんだなっていう感じするんですけど。そうですね、まあ、今シーズン途中にちょっと6、7試合かな、7試合ぐらいかちょっとお休みをいただきましたけど、まあ、それが多分最長の明けた試合になるはずなんで、まあ、それ以外は、まあ、もちろん途中で病気もありましたけど、なんかこう怪我で休むっていうことが本当少なくここまで来てるので、本当にありがたいなと思いますね。僕は以前遠藤選手とお話しされたときに、こういう出場試合数でいうと本当はもっと評価してほしいべきところがあるんですよね。あ、そうですね、なんでしょうね、これが、まあ、例えばカズさんだったらもっと騒ぐでしょうし、なんかなんでしょうね、こう自分がしたからなんかいやいや当たり前でしょみたいな、ちょっとなんか雰囲気が流れてるような気がしているので僕の中で、もっと騒げようと思ってます。あと遠藤選手、公式戦の一戦試合っていうのも遠藤選手はもっと評価してほしいポイントなんですよね。世界的に見たら多分そんな多くないので、はい、なんか本当に価値が分かってらっしゃるのかなってちょっと自分では思ってますから、なんかなんでしょうね、こう、まあ、取り上げてもらいたいというか、なんか騒ぐのは別に好き、そんなに好きではないですけど、1000試合公式戦出るって多分ね、もう出てくるかなと思うぐらいの数字なので、日本人で、だからもっと出てもええんちゃうかなってちょっと思ってますけどね。僕それ聞いてできるだけ言うようにしてるんですよ。ありがとうございます。いや、なんか結構あっさりスルーし、あっさり終わったんで、そのめちゃくちゃ騒いでほしいっていうよりも、もうちょっと世の中の人引っかかってよ、はい、みたいな感じですよね。そうですね、もうちょっと何ですか、スルーせんといてみたいな。公式戦1000試合って相当ですから、ね、代表とか
カップ戦とかもろもろ含めてですもんね。そうですね、まあ年間50試合をまあ単純で20年続けなきゃいけないので、まあ、年間50試合出るっていうのも相当ハードル高いので、それを20年以上続けなきゃいけないっていうのは相当難しいことかなと思うので、個人的には国民栄誉賞を狙いにいってるんですけど。ちょっと国民栄誉賞のところまでは僕ちょっとつながれないので。はい、どうにかお願いします。なんとかあのいろんなところで先輩のことは言うようにしようかなとは思ってるんですけど、はい、あの遠藤選手本当にでもこのずっと試合に出続けててもなんかこうやってる内容っていうのはなんか見てても面白いというか、やっぱ考え試合中に考えてることとかって昔とだいぶ変わってきました？全然変わらないですか？まあ、もちろん若い時はね、そのなんて言うんでしょう、こう自分のプレーに必死だったりとか、あんまりこう周りをね、こう周りのことも気にしながらプレーっていうのは多分できてなかったとは思いますけど、まあまあ、代表とか入っていろんな経験をしていく上で、まあ、やっぱり自分だけじゃなく周りのことを考えたり、そのゲームがこういう流れになっていくんじゃないかなみたいな、だから、まあ、言ってみたらこう作詞みたいなね、昔の戦国時代でいう、はい、そういう感じで見るようになっていったのは、まあ、ここ今最近でも同じように考えてやってますし、いかにして敵に罠を仕掛けていくかみたいなっていうのは常に考えてやってますけどね。例えばそのここにスペースが空いてるからここにパス出そうっていう時も、まあ、もちろんそれが普通にあるとは思うんですけど、はい、例えばですよ、相手の選手のあの選手めっちゃ走ってて疲れてるからもう一回疲れさせたろみたいな、そんなこととかもあったりするんですか？ああ、もちろん、なんでしょうね、こう相手の例えばフォワードに素晴らしい選手がいて、その選手がいかに守備でパワーを使うかとか、使わせたら攻撃するときに少しでもパワーを減らせてたらそれでいいので、わざとずっと後ろで回したりっていうのも一つの手ですし、まあ、とにかく相手が嫌がることを、相手にとって嫌なんじゃないかなって思うようなプレーはやっぱり常に考えてはやってるつもりです。その見てる人からしたら、あれ結構今日は後ろでずっとパス回しで前にパスがいかないのでちょっと手こずってるなって見えがちなことでも、実はその、まあ、裏テーマじゃないですけど相手のフォワードを疲れさせるみたいなテーマがあったりする時もあるんですね。ありますね、はい。なので、まあ、全部が全部じゃないですけどね、もちろんなかなか前に行けなくて後ろで回してるというのもたくさんありますけど、まあ、要はいかにして相手より点取って相手にできる限り点をやらないかの競技なので、一番そうですね、危険な選手というか一番攻撃でパワーを発揮してほしくない選手には極力走ってもらうと、そういうのを考えながらやってますからね。まあ、遠藤選手は多分もちろんわからないと思いますけど、遠藤選手がプレーしてる試合を見てるね、はい、スタジアムのお客さんでね、例えば女性と一緒に来られてる男性、若い男性とかいるじゃないですか。はいはい。例えばですけど、どんなこと言ってるかっていうのを僕が遠藤選手に教えてあげますよ。聞いたことないと思いますから。はい、はい、ないですね。遠藤選手がパス出すじゃないですか。はい。やっと分かってるなやっと見えてるなって女性の前で言いたくなるみたいなんです、はい、だからやっとさんのパスってすごい彼女に俺サッカー知ってるぞ感をアピールするアイテムの一つです。ドン引きされません、彼女多分彼女は引いてる時もあると思います。
私そんなサッカー知らんねんけど聞いてる人いませんあのそうなんあのね遠藤選手のパスって全部メッセージがあるとか全部意味があるみたいなことよく言われるじゃないですか。はい、はい、本当にそうなんですか。いやたまたま出してるだけっすみたいなこともあったりするのかなって僕思ってるんですけど。はい、全然ありますよ。なんかテンポ感で出してたりとか雰囲気でちょっとはいみたいな感じもあったりするんですよね。あ、なんか要は味方の選手がいかに気持ちよくするかも重要なポイントなので、その何でもないボール回しでも、あ、自分たちがボールを回してるっていう感覚になっていったら気持ちいいじゃないですか。そうなると、いや俺も参加したい、俺もその輪に入りたいみたいなのがこうどんどん増えていけば、自然と動きもスムーズになりますし、パスコースも増えていくので、そういう効果も多分あると思いますけどね。遠藤選手と対戦したことのあるディフェンダーにちょっとお話聞いたことあるんですけど、目が合うっていうんですよ。ああ、はいはい。遠藤選手ってやっぱり例えば中盤でプレーしてても、はい、相手の最終ラインの選手と目が合ったりするんですか。まあ、一応敵の動きだったり、その敵の体の向きだったりっていうのは、まあ、できる限り全員のを把握したいなとは思ってますけどね。まあ、うまくいかない時も本当たくさんありますけど、一応見るようにはしてます。だから目が合うとなんか足止まってしまうんですって。うーん、目力がすごいんじゃないですかそうですよね。僕も前から目力強いなと思ってたので全然強くないですよなんかでもそういう駆け引きもなんか面白いですね、サッカーって。まあそうですね、昔はねそんなとこまで誰も突っ込んだりね、誰もそんな意識してなかったと思いますけど、本当見てる方々もこう、なんでしょう、サッカーに詳しくなったりとか戦術に詳しくなったりとかしていった中での、そういうところにもこうね、意識が向いてきたっていうのはいいことかなと思うので、なんかこうグラウンド上でものすごい駆け引きが行われてるっていうのを少しでも多くの人に知ってもらったら、なんかもっとサッカー見るのが楽しくなるんじゃないかなと思いますけどね。で、それだからこそ逆にその例えばすごい肉体のポテンシャルのある外国籍選手がそんなん関係なく突破していったりするのも面白いですもんね。そうですね、それをね、フィジカルでね上回っていくっていうのがその海外の選手の特徴でもありますし、そこに追いつくように努力しているのが日本人でありますし、じゃあそれで追いつけなかったら何で勝負するかって言ったら、もう頭と技術で勝負するしかなくなっていくので、賢い選手だったり周りの選手がびっくりするようなひらめきを持った選手が出てくるのがすごい楽しみですけどね。ちなみになんですけど、遠藤選手一緒にやってた伊藤選手が、はい、ドイツ行きましたけど、はいはい、僕は楽しみなんですけど、遠藤選手はどんな感じでご覧になってたんですか。はい、僕も非常に楽しみにはしてますし、まず左利きであれだけ体格あってボール蹴れる選手っていうのは日本でなかなかいないので、すごい重要視される選手だと思うので、まだ若いですし、海外で、まあ、いろんなものを吸収して成長できれば本当に楽しみな選手の一人なので、まあ、技術もしっかりしてますし、もともとボランチなので、うん、はい、パスセンスもありますし、はい、スピードもあるので、逆になんか羨ましいなと思うぐらい体格してますよ。自分に合ったらなみたいな。へー。でもそれくらいポテンシャルを持った選手なので、はい、今後注目していきたいなと思ってます。遠藤選手もちろん、今シーズンこのままずっとこう順調に進めて、目指すところもちろん昇格云々とかあるとは思うんですけど、その前にちょっと中断ありますよね。ありますね、はい。遠藤選手中断多分ちょっとお休みはいただけるとは思うんですけど、はい、中断の楽しみとかあるんですか。
中断の楽しみは海行きたいですね。なかなかコロナの関係でね、なかなか行けないですけど、気持ちは海に行っております。遠藤選手、海好きなんですか？実家が海なんでね、目の前が。逆に川とかないので、もう海、夏はとにかく海っていうので育ってきたので、僕はなんかプールとか川遊びより海遊びの方がもう断然好きなので、気持ちは海に行っておりますよ。まさかバシャバシャ泳ぎまくるとかそんな感じじゃないでしょ？バシャバシャ潜りますよ。はい、泳ぐの得意なんで意外に。じゃあめっちゃその自然派っていうか、そういうとこ好きなんですね。はい、あ、大好きですよ。海だけじゃなく、こう、なんていうんですか、山というか、森というか。はい。静岡ちょうどいいです。自然ありますし、海も近くにありますし、はい。茶畑広がってるんで最高っすよ。いいとこっす。じゃあちょっと、まあ、中断に入ったら、そういう自然でリフレッシュして。そうですね。残りの、ね、もう、まあ、半分。まあ、切りましたけど、正確に言えば。まあ、でも、その、中断明け、さらにこう、なんていうんですか、こう、パワーアップしていって、っていう感じなので、リフレッシュしながらも、自分のコンディションを上げていければいいかなと思っております。多分、他のクラブも、さらにパワーアップしてくるとは思いますが。そうですね。やっぱ上にいればいるほどね、マークもきつくなりますし、はい、どのチームも上のチームを倒してやろうっていうモチベーションで、ね、来るとは思いますし、まあ、だんだんこう昇格争い、降格争いっていう、そのプレッシャーのある中での戦いがね、少しずつこう始まってくるので、まあ、それをまあ楽しみながらも、はい、プレッシャーにこう勝ってチームが成長していきながら、面白いサッカーで勝つサッカーをしていきたいなと思います。僕勝手に思ってるんですけど、そんなちょっとヒリヒリするようなゲーム好きでしょ、遠藤さん。できれば毎試合そういう試合したいですよ。そう、はい、人間としても成長できますし、選手としても成長できるので、まあ、やっぱりプレッシャーあった方がいいと思いますけどね。僕長崎戦がね、結構なんかそういう感じにちょっと見えたんですけど、そんなことないですか？長崎戦はとりあえず暑くてバテてたので、とりあえず早終わってくれって感じでしたよ。はい、勝ってたんで。ちょっと読み違えてました。まだちょっと早かったですね。まあでも、その上位対決で長崎に勝てば、その長崎との点差も、勝ち点差も離れるし、っていう意味で本当に重要な試合だったと思います。長崎も連勝中でしたし、はい。まあ、重要な試合だったのはもう間違いないと思います。じゃあ、その、ヒリヒリするようなシーズン終盤に向けて、はい。まあ、多分、個人としてもチーム力もアップですけども、その前にちょっと癒しの時間を。そうですね。ちょっと癒しの時間も短いですけど、中断期間をね、まあ、有効活用じゃないですけどね、もちろん自分のコンディションとかね、いろんな部分で個人にフォーカスできる時間でもあるので、はい、チームのことも考えながらも、自分が最高のパフォーマンス出せるように、まずはリフレッシュした中で、はい、また、いいプレーができるように、中断期間でいい準備をしたいと思います。いや本当に、こうやって出ていただいて本当にありがとうございます。で、700試合出場、まあ、その前に1000試合公式戦線試合出場がありますが、もろもろおめでとうございます。そしてこれからもありがとうございます。楽しみにしております。またお願いいたします。また選ばれるように頑張ります。ありがとうございます。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。